はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランカマッチやってきます。アーケオスだっけあれ。あ、構築がね、ちょっと変わってないんで、まあ、今日、明日ぐらいまでやったら、まあ、わかんない。明日から変わってるかもしれないけど、そろそろね、ちょっと構築をいろいろ変えつつ、まあ、受けループ以外もね、ちょっと攻め駒が入ってるような形だったり、まあ、王道のなんかサイクル構築みたいなのをね、使っていきたいなって思ってますね。まあ、基本的にはでも、受けだね。受ける、純正かはあれだけど、まあ、受け系を使っていこうと思ってます。で、これ、無道絶対投げる、バンギ欲しい、ウロス考えるとブルルなんだけど、バンギ無道ブルルだと、神剣、重すぎワロタになるから、海竜が欲しいのが正直なところ。ただ、海竜を持って、ていくとなると、まあ、バンギとね、ちょっと相性が悪いってのと、神剣来そうだよな。ウロスが実は来ない話。あ、それで行くか。全部対面で勝負できるやつらばっかだから、それで行くわ。無道から入ってバンギ、海竜で。多分神剣通してくるんだよね。神剣か、アクロスいないんじゃないかな、ハチマキのは。まあ、水だったら海流で頑張ろう。レンチャールとちょっと話変わってくるけど、まあ、水流連打、アクジェインファ。感知とかのが欲しいよな、ドヒド考えると。レイスボスから来た。ここは鉄壁からでいいかな。まあ、レイスボスから来る以上多分裏に3台いるから。あんまり。いやー、突っ張ってくるんだったらプレス打ちたかった。即引きかなと思ったけど。剣舞。マジ？対面から来る気か、お前。いやー、3打引かれるのうざいけど、プレス打ってこう。こいつ削っとけば海竜でも殺せるから。でかっ。通ったわ。ギリ耐える。ははは。でっか。こっちの思う通りに言ったけど、プレスでいいね。俺さ、3台いないな、裏に。あ、待って、なんか変な思ってた。確定だね、それ。つららばりはまずくて、いや、鉄壁一回してるからこんなもんで済んでるね。買った、エアムド。はいはいはい。あー、土砕がきつくなっちゃったかな。ここで3打投げて土砕展開してくるルートがあるけど。土砕回復しないから、さったら、いやー、どうしようかな。まあ、海竜こっち捨てれるから、バンギ捨てるわけにさすがにいかないでしょ。ここボルチェン以外やったら本当に何でもいいんだけど、イバンケアしなかった僕が悪い、あれ。放電はいい。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。ここばかり窮地で。世界一ばかり窮地で。ばかり窮っちゃダメ。ここばかり窮以外ないでしょ、打つ技。ばかり窮つは。ああ。ステロマック選択肢もあったんだけど、オッケー。ドサイいるなら、こうバカリキュッとかないとまずいから。で、海竜いらなかったかな。ウラオスにしても、こうバカリキ一回通しとけばだいぶ楽になるから。で、バンギはヒットに残ってればサンダー別に困んないから、それでいいんだよね。これでまあ、無道引きかな。打ってくる技によるなぁ。いや、まあ、無道か。あー、釣ってる。でも、その3打ボルチェンないでしょ。いや、放電ボルチェンの線は切れないか。
ボルチェン、でも突っ張ってことは多分、ああ、そうだよね。こっち通したいんだよね。まあ、急所は許してやるよ。まあ、ひんねえから。まあ、ひってねえから許してやるよ。急所当たる方がまだいいよな。放電でまひるより。ここステロ巻きたいな。ステロ巻くか。ドサイ引くんだったら、こうバカ力通せたらめっちゃ強いんだけど。ああ、引くか。通したかったね。ドサイがどんぐらい速いかだなと。なんで今んとこ釣ったんだろう。結局、ここ合わせに来るんだったらさ、釣る理由あんまなかったよね。海竜自信ないからこいつ無理やり処理する動き取れないけど。ああ、まあでもダイジェット2発で削っとけば押し込めるかな。あ、ダイアナック釣るとあるわ。迅速役に立つかもしんないね。ヒートスタンプかなー。あー、オッケー。でか。あー、羽から入りたい。あー、三段引きはステロで削れていくからこっち有利。4で地震押してくるにしても、ハチマキ地震。あー、オッケー。思い通りに行った、一番。まあ、2発で止まるの。急所許してやるよ。放電と合わせて。2回目だけどな。これで鉄壁でいいえ。ああ。引きに、プレス打って3台当たると、無駄まひっちゃうから。それは嫌なんだよね。3台そこが強いよな。で、これはまあまた番組引けばいいでしょ。で、3台はどっかで羽を絶対押さないと、こいつがいつか死ぬから、こっちが6ブラなり、バカ力なりで、ウロ、あーんと、ウロスじゃないや。ドサイ削っていけるんだよね。まあ、地震の方が羽と合わせて一貫する話はあったけど。まあ、ウロス投げられた時も、バカ力で突っ張る選択肢できるから。相手多分 放電麻痺で勝とうとしてるね。ここ6ブラかな。バカ力結構相手視点強烈だろうし。いや、まあ、無動が回復できてる以上、ドサイに対してかなり余裕あるから、無理に行くことはない。まあ、ダイナックルを打っていくのは割とあり。いや、ドサイよりただ早いかがわかんないな、バンギが。まあ、でもこれ先にね、1体処理できてるから、こっち楽なんだよね。悪鬼か。これだったら早めにダイナックル打ちに行った方がいいかな。まあ、砂延長もしたい話ある。3ターン。もう一回6ブラで、2、ナックルナックル6でいいか。6ブラだね、もう一回。で、悪鬼発動したってことは多分3打引く気がないんだけど。プレッシャーじゃないわけやし、PP 合戦はそんな苦しくない。これ相手跳ねが押せないから、削ってる以上。まあ、悪鬼がめちゃくちゃ硬いけど。だって放電の試行回数稼がれる前にナックルをしたいかな。で、サンダー。こうナックルに対してはさすがに引かなきゃいけないから、悪鬼切れるんだよね。あと多分シンプルに6ブラを打たれて5発とか考えると、まあでもこの後に呼んで5発考える余裕ないか。3発とかで止まること前提で、まあ放電とかで突っ込むか。ああ、そうだったね。羽に本当は6ブラをしたかったけど、あ、6ブラじゃない、ダイナックルしたかったけど、まあ、放電打たれる回数との兼ね合いで。まあこれで、きつくなっていくのはそっちじゃない。ここ跳ねしないとロック死ぬから。っていう、あれがあると思うけど。ここナックルでいいね。ドサイ出てきても削れるし。あ、オッケーオッケーオッケー。跳ねしか押せないよな、さすがに。ロックでぶっ飛ぶわけだから。がっつり削って、これで等倍で通るから、
ダメージ量としてはまあまあ、上々。もっかいナックル押すかが難しいかな。まあ、もっかいナックルしてから6ブラ打ってっても全然いい話あるけど。まあ、耐久考えると6か。相手もだ、今。はいはいはい。こっちから先に大魔切ったの、あんま良くなかったかな。ウォールでしょ多分。うん、まあまあでも、万気回復できて、こっから、A2 段階上昇のロックブラスト飛んでくから、多分そんな別にサンダー余裕じゃないと思うんだけど。だから万気眠れないから、割と、早めに勝利しちゃわないとって感じはあるな。まあダメージ次第で次守った方がいい。ただ、悪鬼サンダーだから火力ないと思うんだけど。まあそうだよ、こんなもんだよね。クソ余裕だわ。まあ余裕ではないけど、こっちの削りの方が、強烈なはず。ああ、大魔にこんだけ入るんだから。まあ、6ブラ外してないのが偉いなと。2発で終わる。まあ、ダメージの効率的に1個守った方がいいか。で、多分こっから跳ねしても6ブラの命中数次第できつくなっていくと思うけど。第3打。うん。本当は、なんか、一回引かせて、悪鬼が切れたところで、ダイマしたかったけど。まあ、これで6ブラ押してっていいんじゃない？放電。まあ、運ゲーだね、もう。マヒンないの偉い。本当に偉い。さすがにこれはいける。あと一発。届かないが？いやでも相手さすがにもう跳ねしかないよ、こっから。なんか毎回2発か3発で止まって、あーやばい。勝負に出てきたわ。偉くて。まあ、これならカイリーの神速で取れるから、どっちみちみたいなところはある。まあでもあれかな、放電、放電でかなりマヒンなかったのが、でかい。僕もだいぶ6ブラ2発で我慢してた場面あったからね。お互い様だよ。まあこれは勝ちだね、さすがに。ブリザポス、ちょっとどうしようかと思ったけど、無動が硬すぎたわ。オッケー。ナックル生きるな、結構。GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これはあれだな、8世代の、この、冠の雪原環境のさ、まあ、最も強い、なんかパーティーの一つって感じだよね。強いポケモンとにかく詰め込まれてる感じの。まあ、ウーラオスがいないのがまだ救いだけど。バンギムドは確定かな？おそらく。ゴリランダー考えると。いや、さすがに、うん。バンギじゃないときついか。ムドいるからゴリランダー平気で。まあ、レヒレエスバ、ミレルドヒド、ドヒドバンギムドだな。他ないね、選出。初手誰からかが結構重要で。まあ割とドヒドイデでいいかな。バンギ初手に合わせてステラマッケルトでかいか。それからアンドロスがきついから、無糖から入っとくはし。バンギだな。ステラ負けた方でかい。初手多分、あー、エスバはちょっとまずいか。ここさ、相手特に、まあ、ドヒド引きが一番丸いんだけど、膝に守る合わせていい。合わせるわ。膝来た。ダイマックスしてないのに膝、さすがに。トンボか。第3の技があったね。えらいな、こう膝押さないの。膝でもあったら打たない理由ないでしょ。
アイヘ。いや、アイヘ入れてたらさすがに最高入れる余裕ないぞ。いくらなんでも。悩んでるってことはドヒドヒき、あー、こだわってるかな？おそらく。ゴリラ。まあ、ゴリ、S 場の方がまだわかんないけど、まあ、アイヘがあることだけは。でも多分だけど、無道まあ、いや、サンダーだな、裏。無道考えるとさすがに、サンダー入れないわけにいかないから。まあ、無道引きで。いや、これどっかで番儀で捨てる巻きにいかないと、きつくなっちゃうな。釣ってる。サンダーはいないらしい。レヒレが型次第では鬱陶しいかな、一番。多分一番暇なのはこれ、番儀だな。どうしたもんかな。レヒレの型がわかんないけど。ああ、一番だるいやつだった。イカチョウかな。まあ、ドヒドバンギ両方いるから頑張れると思うけど。ああ、オッケー。楽な方だった。これは多分大丈夫。いや、ただ残飯が結構ネックだな。まあ、挑発あるでしょ、さすがに。ないんだったらちょろいけど。反撃か。本当はここ反撃引きたくないんだけど。まあ、焼けない以上は砂の削りあっても意味ないから。本当に？本当ですか？うわ、しかも。まあいいけど、バンギ役割ないから。全部乗せじゃん、お前。ふざけんな。ここでムーンフォーツってことはさすがに、ない。霧が。あ、霧じゃないや、挑発。挑発打たない理由ないもん。今んとこ。ドヒドヒいけるわ。まあ何打たれても、バンギで間に合っ、一回見れるからね。挑発にバンギ投げて、ドヒド戻して、で、フィールドターン、あれして、みたいなこと考えてたんだけど。はいはいはい。当てるね。めちゃくちゃ。金ポケモンうまいね。急所当てんの。キリで。褒めてるからね、これ。煽ってないからね、相手のこと。褒め言葉なんで。で、まあ、裏引かざるを得ないから。キリドヒドマジでいいね。挑発あるとね、話変わってくるけど、多分。波乗り瞑想。ムーンフォワット1で、何なんだろう。まあ、これででもネットを打って、どれかを焼く戦い。まあ、次のターン、レヒレすぐ戻ってくるから、ここに出てくるゴリランダを焼いて、っていう感じでいきたい。あー、S バスで来るんだ。サイコかな？焼いてー。焼けないわ、それは。その代わりダメージクソ入った。まあ一回冷静にトーチ化をすべきだね。最後考えても。だからね、バンギ引きの卓に負けて、バンギが死ぬと、多分レヒレね、TOT をされて、終わるんじゃないかな。何打ってくるかによる。あ、捨て身か。もらったわ。さすがに負けようがない。こうなった以上は。ねえ、S 番処理できるから。だからレヒレすぐ投げてくるもんかと思ったけどね。まあそれでも結局、崩せないと思うんだよね。まあ、ネット打ってってよくて、こだわってるでしょ。ああ。まあレヒレ出てくるけど。
まあ、こいつが焼けないのが鬱陶しすぎる。まあ挑発ある動きじゃなかったからね、さっきの動きが明らかに。まあ挑発あったらあったで万技引いてやり直し効くから、結局フィールド枯れない限りこっち何もできないから、まあ、勝ち申したわ。キリドヒドがクソ刺さってさ、まあ、こっからキリ連打で枯らして、毒好きがあると挑発にも対応効くからいいんだけど、まあ霧でねドラパルトが見れたりするあれが、あとミミッキーに対して一回霧打って無動っていう動きが、ミミッキーの処理結構安定するから欲しいっちゃ欲しいんだよね。楽勝になったけどどうするんすか。もう一回霧でいいや。ムーンフォーゴリランダーをね、経由した方が、S 番に引くより良かったと思うんだけど、まぁ、一回 S 番を削らせてもらった以上は、まあ、TOD でこっちがね、ガン有利だから。まぁ、あ、瞑想に一回か三回ぐらいまではさせていいか。とにかく、引き、レヒレから裏に下げるところにネットを打たないと、ゲームが進まないから。瞑想されちゃってるけど、ここはネットでよくて。焼けるタイミングここしかないからね。で、S 場出てくるんだったら S 場勝手に削れて死んでいくから。まあいいと。瞑想連打して怖いのは救いだね。急所でも多分、ドヒド死なないんだけどな。2連急所とかでも多分大丈夫なんだけど。レヒラ早く焼いてほしい。残飯を潰したい。そろそろ、降参タイムに入ってると思うけど。もう5ターン、5ターンじゃ効かないね。あ、ドヒドの霧を見たタイミングで、あ、オッケー。降参来たわ。お疲れ様でした。霧ドヒド最強 !GG!